お待たせしました。アンケートへのご協力ありがとうございます。今回の動画テーマは、乗り換えなし駅限定、乗降客数ランキングです。他路線への乗り換え利用が想定されない、単独路線駅限定です。乗り換えなしの駅で、最も乗降人員が多い、大手私鉄の駅はどこでしょうか。乗り換えなし駅限定、乗降人員トップ10、始まります。各社のホームページで公開している2018年度のデータを採用しています。名鉄と京阪は自社ホームページで公開していないため対象外としました。注目のランキングスタートです。第10位、京王府中駅1日あたりの乗降人員は9万316人、昨年度と横ばいです。京王電鉄で唯一のランクインです。第9位です。東京メトロ神谷町1日あたりの乗降人員は10万2539人です。昨年度比 2.9% の増加です。早くも10万人突破です。第8位です。東急綱島駅1日あたりの乗降人員は10万4395人です。昨年度比 1.1% の増加です。横浜市港北区にある東横線の駅です。第7位です。東武四季駅1日あたりの乗降人員は10万5694人です。昨年度比 1% の増加です。埼玉県新座市にある東上本線の駅です。第6位です。東京メトロ西葛西駅1日あたりの乗降人員は10万6394人です。昨年度比 1.2% の増加です。東京都江戸川区にある東西線の駅です。第5位です。東京メトロ葛西駅1日あたりの乗降人員は10万8225人です。昨年度比 1.2% の増加です。6位、西葛西の隣の駅揃ってランクインです。第4位です。東急青葉台駅1日あたりの乗降人員は11万3103人です。昨年度比 0.2% の増加です。横浜市青葉区にある田園都市線の駅です。いよいよトップ3の発表です。東京メトロ虎ノ門駅1日あたりの乗降人員は11万5957人です。昨年度比 1.2% の減少です。東京都港区にある銀座線の駅です。第2位です。東京メトロ東陽町駅1日あたりの乗降人員は12万4790人です。昨年度比 1.2% の減少です。東京都江東区にある東西線の駅です。乗り換えなし駅の王者はこの駅だ。小田急本厚木駅1日あたりの乗降人員は15万4698人です。昨年度比 1.0% の増加です。2位に3万人近くの差をつけ、圧倒的強さで優勝です。本厚木はメトロホーム営業の終着駅となっています。利用率が高く、座れる特急が定着しているようです。このチャンネルではアンケート結果に基づき各種調査動画作成を行っています。次回もチャンネル内でアンケートを募集するので、よろしければチャンネル登録、アンケートへの回答をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。